さんは取りましたねとお答えになりました。それほど殺気だった。騒音に包まれたラジオタムランスタジアム藤原大健闘第4ラウンド終了。そして第4ラウンドも岡村さんの採点、藤原が 0.5 ポイントを抑えました。これで藤原の取ったラウンドが3つ、チャランポンが1つ。この後いよいよラストラウンドに進むわけであります。